三国志イレブンを初めて遊ぶアキミロです。はい、今回は劉将軍の県内落としに行きます。さらに劉備軍が樹春から攻めてきたので、こちら効果防衛したいと思います。アンド孫策もまだ最初を狙ってるんで、こちらも撃退していきます。アキミロ軍の調査大衆作勇が死亡しました。なんだと？はい、ごはんさん、テイクで東洋行けるって言われてるんでやります。ダメだー、嘘かい。ユーハダメです、嘘かい。クソー、毛利か。行動力がほんと最近すぐなくなっちゃうんですよね。おー、ごはん、アキミロで行ける。ダメかー。チョコ、ダメかー。嘘連発かよー。劉備軍、孫策軍の建物をめっちゃ攻撃してます。これは孫策軍止めに来なくていいのかな。一応こっち2部隊出してはいるんですけど、孫策軍と戦ってくれたら最高なんすよね。正直孫策軍出てきました。劉備軍多分倒してくれます、これ。こっちは引っ飛んでてもいいのかな。むしろこっちがロコを狙っちゃう、玉乗りとかありじゃないですか、これ。よくよく考えると。ただな、投石とかあったかな。やっぱねえか、作っとけばよかったな。今から作っても80日か、ちょっと時間かかりすぎる気がするな。いやでも行くか、ワンちゃん。普通に今2部隊先行してるでしょ。特に、あーでも兼業すっげえな、86,000。郊外はどうせ再装に来るだろうからな。いや、ワンチャンちょっと狙ってみるか、この機会に。ずーっと孫策軍は放置してきたけど、ついに行く時が来たのかもしれません。みんな行くぞー。遅れるな。はい、ご飯遺跡で行けるそうです。はい、ご飯仲間入り。素晴らしい。ちょっとずつね、武将の忠誠下がってきてるんで、どんどん増やしていきましょう。くそー、陽光さんはダメかー。陳式さんは来たー。陳式さん仲間入り。他は90か。こっからちょっとまだ無理かな。月へ、あ、いけた、いけました。皇帝も仲間入りです。3名。霊峰は無理か。長昌も無理。龍海さんも無理。まあ97以上は無理でしょうね。いや、3人入っただけでも十分ですね。嬉しい。これはちょっとロコ無理かな。劉備軍が弱すぎて、なんか技法かかって下がってるわ。孫策や陳武、太子寺にフルボッコリされてるんで、この状態で、ちょっとロコを落とすのは無理だと思うんで、舞台みんな下げようかな。この辺とか何も作れないよね。作ったら取れなくなっちゃうもんな。そりゃそうだよな。おとなしく下がりましょう。孫策軍はそんなに甘くない。もっとね、ちゃんと攻める準備ができたら攻めましょう。ちょっとそろそろ工場兵器を効果でも作っておきましょう。宝石とか欲しいなーって今回すげえ思ったんで。陽光さん、月影でいけるそうです。はい、行きました。他はさすがに忠誠変わってないから無理かな。あ、霊峰いける、来ました。霊峰も仲間入りです。すげえな、最近90代でも全然来てくれる。新章は無理か。新章じゃない、長章。龍海さん、遺跡でいける、本当？来たー、来ました。龍将軍裏切る確率高えな。ありがたいことですけど。はい、なんか甲州で民から陳情がありました。なんだこれは。俺とも何か陳情があるそうだな。遠慮せず申してみろ。何のイベントだこれ。
町の上がうまくいっていないのです。金2万いいだろう、払ってやろう。すげえ大金だけど。お、技巧ポイントと気力が上昇しました。おお、上位を習って出てきました。再び流氷軍との戦いか。上陽、ちょこっと武将送る必要あるかな。移動じゃ、まあ、基本弓 ASA この3人でいいや。を上陽に送って守ります。ちょっともう流氷軍もう倒そっかな。なんかいやでもそんなことでやばいじゃないか。なんか曹操軍出てるぞ。同盟切れたのかな。お、長所を豊いけます。きたー、仲いい。あとは2人だけですね。ゴランと貢献のみ。さすがにこの2人はまだ忠誠高くて無理かなですね。再び上位を狙って舞台出てきました。かなりの数っぽいなこりゃ。そろそろこっちも甲州から攻めようかな。5万、もう投石できたかな。投石ができるのを待ってたんですよね。まだできてない。さすがに投石ちょっと2個欲しいんで、投石ができるまでは我慢します。おー、ご覧月影でいけるそうです。きたー、オッケー。あと一人だけだ。貢献さん、これは無理か。はい、竜将軍のオールイが来ました。貢献返さないよ。もうすぐ私たちの仲間になるしね。おー、竜将軍来たー。投石台の方来たか。カウンター行くんじゃないでしょうか。また新しい部隊来たー。この文平さんたちは上から来るわけじゃなく、こっから攻めてますね。で、それとは別に上からも来てます。大変だ。とりあえず出陣しましょう。宝石か。これ、結構ありかもしれませんね。石弓とはまた別に。兵器 S な人はいないか。A が最高か。土兵、あ、いや、うん、いないか。土兵が A か S の人が平気なのか。あ、でもいる。黒煙さん、黒煙さんをちょっと投石で出すのもありですね。とりあえずガセイさん、文平にヒアだ。でい、直す人も出さなきゃいけないのか。ちょっとあんまり出せないなこれ。ちょっと待って、今うちの気力っていくつだ。80あるのか。だったら投石結構打てるな。黒煙さん行こうぜ。どっからどっから、こっからかな。くらえー、467だ。弱っ。思ったより使えない。これはあまりよろしくないな。ボイさん、さらにヒアだ。くらえー。そして直したいな。兵装がねえんだな。ちょっと兵装作っとこう。いやでも次の一ターンで来られる可能性ゼロじゃねえな。いやでも兵装作んないと出せない。リツーで出すから OK。 これで出陣。リツーは直す。補修、もたもたするな。甲州の工場兵器作り終えたので出撃します。兵器 S は秋見ろと国章、まあ関連も持ってますけど秋見ろと国章で出ましょう。投石2つ、いきまーす。あ、ちょっと金も持たせましょう。1600ぐらい。これはルートかなり遠いな。大変ですね。忠誠が持てばいいんですけど。続けて国章です。いきます。続けて甲中です。いきます。ちょっ
ちょっと艦内にも感触を与えちゃいます。救世、これで艦内も兵を多く持たせて、あ、でも待てよ、槍返すか、相手が何で来るか全く分かんねえからな。いや、いいや、弓で行きましょう。で、長江も騎兵で出します。これで攻守の兵はほぼほぼ全部持たせて出しました。では流氷軍との戦い見ていきましょうか。何気に上梁も危ねえ気がする。これ高梁から、すいません、これ第二軍団にしたんですけど、輸送送ります。結構今の兵数だと危ないと思うんで、1万、いやーちょっとやりすぎか。賊とか出た場合に対処してくんないんですよね、兵持っていきすぎちゃうと。ちょっとお金も1万ぐらいかな。兵糧も少し多く持たせて、上陽に送るんですけど、上陽これか、頼む。で、国会はこっち見ていきましょう。どう動く、分配、はい、部隊に来ましたね。しかしカウンターも行く、こっちの方が強い。とことん舞台に来る、リツーさん。どんだけ来んだよ。後からまた来てますね。くらえ、投石台。ほらこっちもです。ほらまた来た。どうせ、あれは孫作軍が倒してくれるでしょう。交換さんも捕まってるしね。うん。劉備軍は気にしない。ここ通ってきたら怖かったんですけど、通ってこないんでね。では、黒煙さんどうしよっかな。なんかこっから撃てねえか。こっから撃てればよかったんだけど。いや、大して威力出てねえし、下げよう。ここにやって、補修&攻撃、これでいきましょう。捕らえ多い。捕らえ多い。技巧研究で汽車が作れるようになったんで、これやっちゃいましょう。ほい、60日。今戦争してるのこの上陽だけなんですけど、なんか川の戦いってすげえ微妙な戦いになりそうなんで、そうだな、もうちょっと上とかも来てやべやべってなったら再開していきます。なんてこった、この通りなんか兵が減ります。足元を見るなーとか言って、なんか兵が何人か脱落してってんですね。これめっちゃ攻めにく、生徒から行った方が良かったかな、講習じゃなくて。まあでも、もう行っちゃったものはしょうがない。これが初めての怖さってやつです。お、貢献遺跡で行けるそうです。来ない。他の人は見て、ダメかー、無理です。くそー、後継さん遺跡でいけるそうです。来ました。これで劉将軍の捕虜全員仲間です。そして生徒からちょっと攻めること考えようかな。今本当にこの通りで兵がどんどん減ってってるんですよね。長江とか3200しかないし、生徒からもちょっと一部隊出して援護に行かせるべきかなって今考え始めてます。ただ何を出すかなんだよな。利天さんで出すか、感触、知力、あれなんで知力、あ、成人になっちゃってるのか。利天さんナンバーワン、式、この7000のやつが今一番いいのか。じゃあこの7000のやつで、辻陣、投石台だー、投石台ではないな、投石だー。でちょっと800ぐらいにして、利天さん辻陣です。こっちから正規のルートで行くしかない。県内から部隊が出てますね。向こうも動き始めております。うーむ、どこで鉢合わせるか。これ
技巧研究の曹操が使ってた、なんか名前忘れちゃったんですけど、通れないところも通れるみたいなやつを持ってれば兵が減らないのかもしれませんね。そう、毎ターン1000ずつぐらい減っていくんですよね。この600とかもありますけど、その中国将だけはなぜかノーダメなんですよね。なんか個性で持ってんのかな。くそー、きついぜー。二天さん、援護頼む。はい、ついに攻守サイド敵と接触です。これは厳しい戦いになるでしょう。グラッグマッチュー。とりあえずここに軍略台作ろうとしてます。ここで戦ってたら気力がだいぶ減ってしまうんで、なんとか軍略台を使って回復を図ろうと思います。出てー。諸侯さんは相手騎兵か。幸い武将はそんな強くないんですよね。そう、ほんと減るな。壊されたくないんで補修だ。ちなみに城陽の方はこんな感じですね。敵部隊いっぱい来てますね。で、下の方の船は3部隊ぐらい倒したのかな。で、1部隊なんか切り抜けて後進港から上がってきたので、ちょっと5位さんで倒しに行きます。まあ大丈夫かなって気はします。ということで甲州から攻めてる、この山あたり見ていきましょう。季節が変わり、おお、慶応大使長栄が死亡しました。第二軍団の一人だけ置いているところがよくなくなりますね。まあ、でも長栄さんだいぶ前から寿命近いって言われてたんで長生きしてる方かな。お、長江を狙ってきました。また上陽に来たか。しつこいな。諸侯さん、なんとか生き延びてね。あなたには軍楽台を作り終えてもらう必要があるんだ。この王穂さんは寒冷と諸侯で相手をする。ちょっと奥のやつもう近いな。ちょっとあんま近づきすぎるのよくねえな。こっちから不発か。回り込めねえ。もうちょいだ。ヤキミロもやっと抜けたか。あとちょい。再び山の中見ていきましょう。近づいてきた。敵毒沼の影響を受けないの。これ味方だと受けないとか、そんな都合のいい沼なんですか、もしかして。明らかにこれ毒沼ですよね。違うのかな、ここだけなのかな。すげえこっちだけ当たりそうで嫌ですね。こっち、ちょっと気力貯めるために、普通の弓攻撃。で、寒冷でとどめ。はい、王鵬さん捕まえました。捕虜。で、長考で補修で完成でしょ。よし、軍略台完成。あ、君色、届かないよね。ちょっとあんま近づきすぎると狙われそうだから、今回ここぐらい。国章もここぐらい。再び山の中見ていきましょう。よし、気力回復。ダー、乱射いって。イカイさん強えな。こっち兵補充できないのが本当痛い。しかし乱射のチャンス。食らいやがれ乱射だ。あ、いいね、めっちゃ強え。2000いくとか出た。カンネイも貫け。なんか竜将自ら来てんじゃん。失敗した。関連成功率高くねえな。うーん、どうすっか。ここは補修にしておこう。壊されるわけにはいかん。そして秋見の先方投石、周一マスにもダメージ与えるから3部隊にやったらやっぱりいいね。徳将も投石くらえ。いいよいいよ、こっちの方が圧倒的に強い。再び山の中見ていきましょう。気力アップ。あなた、おお、近づいてきた。上等だぜ、受けて立ってやるよ。なんだっけな、これ神密じゃなくて神福か。神福隊甲冑でやるまでもない。長江とどめを刺してやれ。
あー、ここ毒沼だったー。くいってー。乱射いけー。失敗したー。オールイいやー、一発国章で当ててからですか、倒しちゃう可能性もあるけど、よし耐えたな。これでとどめだ。捕まえることできず。先方ちょっと入賞の隣に関連がいて巻き込まれちゃうんで撃てないんですよね。こちら再び山の中でバトルです。入賞と理解、残りはの2人。いやでもやっぱ龍翔もダメージ、まあ毒沼食らったっぽいな。うわーって言ったんで。てかここ絶対食らうっぽいな。やだなー、これ以上兵減らしたくない。てか長江さんもやべ無理じゃん。どうやってもこれ終わる。もう一か八か駆け抜ける。いけ、はい終わった。長江さん壊滅。このルートきついな。一応理解さんは生徒から毒沼入らないコース、特に兵も減ることなく進めております。まあでもだいぶ県内の兵減ったでしょう。また新しく出てきてるし、うんうん、まあ、敵に捕まったわけじゃないのでよしとしましょう。で先方貫きの矢くらえ。あったー、素晴らしい。そして関内でとどめを刺してくれん。え、嘘、倒しきれなかった。マジか。どうするか。脇見ろは突っ込むか。ここ打つと関内に当たっちゃうんですよね。今ので倒せると思ってたんで。再び山の中です。優勝も2300、あとちょい。帰ってったー。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。 Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。